皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、皆様にご報告がございまして、タイトルとサムネにもあるんですけれども、この度最強デニムを作りました。イエーイまず経緯をお話しますと、去年に私自分のオリジナルブランドベモアっていうのを作らさせていただいて、公式のインスタグラムがあって、そのインスタグラムのフォロワーさんが2月頃にフォロワー数が1万人を突破いたしました。本当にありがとうございます。で、その時に1万人突破っていう特別な機会に、みんなと一緒にオリジナルで商品企画みたいな、みんなが欲しいものを形にする企画をやってみようっていう話になって、何がいいかなって考えてた時に、ラベンモアって結構デニムの商品が人気だったりするんですよ。今そこまで数はあまりないんですけれども、デニムのサロペットとかデニムのジャケットとかすごく人気なアイテムが多かったの で、私自身もすごくデニムが好きだし、みんなの欲しいを形にしたオリジナルの最強デニムを作ろうということになり、ちょっと時間かかってしまったんですけれども、完成いたしましたということで、皆様にお披露目したいなというふうに思います。そちらのデニムがですね、じゃじゃん、こちらでございます。こんな感じのデニムなんですけど、もう本当にね、このデニムパンツめちゃくちゃ私も気に入ってて、多分参加してくれた方もいると思うんですけど、どうやってこのパンツをみんなと一緒に作ったかっていうと、アベモアの公式のインスタでですね、こんな感じでスペシャルイベント、プロダクトプランニングウィズアベモアっていう感じで、みんなから欲しいデニムの形であったりとか、みんなのデニムパンツにおけるこだわりというかポイントみたいなものを募集したりとか、あとはこのカラーとかもみんなから募集して、そのみんなからのアンケートをもとに大まかなとりあえずのデザインを決めました。そのデザインっていうのが、まずシルエットはこのストレートデニム、ストレートな形のシルエットが好きっていう方が多かったので、形はストレートパンツにしようっていうことになり、であとそのこだわりのポイントとして、結構みんな裾にスリットが入ったパンツが好きっていう方が多かったので、この裾にスリットを入れたりとか、あとこういったダメージの入った裾のパンツが好きっていう方も多かったので、じゃあダメージを入れようということで、こんな感じで裾にダメージが入っております。であとはまあハイウエストがいいっていう方も多かったので、ハイウエストのデニムパンツにしました。で、最後3つ目がそのカラーですね。カラーはまあ見ての通りブラックが一番多かったので、ブラックのデニムパンツを作りましたという感じでございます。この色味もブラックなんですけど、本当に漆黒のブラックっていう感じじゃなくて白飛びが激しいんですけれども、影だと結構黒く見えると思うんですけど、日に当たるとこんな感じでちょっと色あせた感じの色合いになるんですよね。すごく絶妙なカラーになっているので、オールシーズンとても履きやすいブラックのデニムパンツが完成いたしました。ここら辺がみんなと一緒にこう作り上げていったっていうポイントなんですけど、最後にやっぱりこう私のブランド、私がディレクションしているブランドなので、私のデニムのこだわりポイントも最後詰め込ませていただきました。多分これは履いて説明した方が分かりやすいかなというふうに思うので、今からちょっと着替えていきたいと思います。はい、ということで着替えました。こんな感じになっております。形はストレートデニムなので、結構スラッとした感じのパンツになっております。で、ウエストもめちゃめちゃハイウエストにしています。ちょうどこのくびれるところにウエストが来るような感じで作っているので、なんか結構ハイウエストのボトムスって言っても、こういう中途半端な丈のデニムとかが結構私は多い気がしてて、で、この丈ってすごく絶妙な感じで、短いトップスとかと合わせた時にあんまり私はお腹が綺麗に見えないのかなって思ってて、おへそが隠れるか隠れないかぐらいの丈が多い気がしたので、私はちゃんとこう隠れていた方が綺麗に見えるんじゃないかなと思って、ウエストの位置は高めに来るようにしてます。ただまあ体型によって変わってきたりとかもすると思うので、みんながみんな必ずおへそが隠れるかって言われたらちょっと何とも言えないんですけれども、でもよくあるハイウエストのパンツの中では結構なハイウエストのボトムになっております。で、あと私のそのこだわりのポイントで言うと、まずはこのラインというか、ここですね、この前から見た時のこのシルエットがカーブがかってるの分かりますか。この脇に行くにつれてちょっとこうキュイッと上がるような感じのデザインにしております。こうすることによってなんかちょっと自然と目の錯覚でウエストがくびれてるように見えるんですね。これがまっすぐだとこんな感じになるんですけど、ここがキュッと上がることで
お腹が自然とこうシュッとくびれて見えるんですよね。まっすぐなラインじゃなくてちょっとこうキュッて上がってることで V 字が作られることによってキュッとなりやすいっていう効果があります。ここがまず一つ目のポイントです。で、二つ目が横から見た時のシルエットも私はすごい気になってるところがあって、トップスがややこしいかもしれないんですけれど、私今すごい普通に立ってるんですけど、後ろの方がちょっとキュッと上がってるのが伝わるかなと思います。この位置がこの後ろの方がちょっと高いの分かりますか？後ろがちょっと高いことによってこれもなんか目の錯覚でお尻がグイッと上がってる感じに見えるんですね。これもお尻の方が低かったりとかするとなんかお尻も下がって見えるし、姿勢もねちょっと悪く見えると私は思ってて、でもこれがキュッと上がることによって自然と引き上がる感じがするので、横から見た時もとっても体のラインが綺麗に見えます。ここもね、私は普段デニムを履く時に気になってた部分なので、特にお尻が大きい方とかだとこのお尻に引っ張られちゃってここがねちょっと下がっちゃったりとかするんですよね。そう、それがねもったいないなって思って、なので今回こういった後ろがちょっと高くなるようなデザインを意識してデニムパンツ作りました。で、今ちょっとちらっと話も出たんですけれど、私すごくお尻が大きいんですよね。なんか結構今お尻トレーニングとかも流行ってると思うんですけど、人それぞれ好みで違うと思うんですが、私はお尻がある方が体のラインもすごい綺麗に出るんじゃないかなっていうふうに思ってて、実際今私もお尻鍛えたりとかしてるんですけど、このヒップに合わせてボトムスを購入すると、私の場合結構ウエストが緩くなっちゃって、でもウエストに合わせて買うとお尻が入らないみたいなことがよくあるんですよ。でもやっぱりお尻に合わせないと履けないしっていうので、結局ウエストが結構ブカブカみたいなことがあるんですけど、それを解決したくって、今回は割とお尻周りはゆとりがあるんですけど、ウエストはしっかりとキュッとなるデザインのパンツにしました。なので同じ悩みを持ってるっていう方はぜひぜひ履いていただきたいなっていうふうに思います。ちょっと本当にこだわりありすぎてちょっと長くなってしまうのが申し訳ないんですけど、もう少しお付き合いお願いいたします。次はヒップのデザインかな。ヒップのデザインがこんな感じです。見えるかな、こんな感じのデザインになっておりまして、やっぱりこうデニムを買う時はシルエットはもちろんのこと、この後ろ姿ヒップのところがやっぱりいかに綺麗に見えるかで、そのデニムの良さっていうのが変わってくるのかなっていうふうに思ってて、で今回このお尻も綺麗に見えるようなデザインにしました。まずここのラインかな、まずこのラインちょっと V の形があるんですけど、まあ、これは結構ねいろんなデニムにもあるデザインなんですが、これがあることでやっぱりさっき言ったみたいにちょっとこう目の錯覚的にキュッと引き上がってるような感じに見えるので、ここも結構シルエットが綺麗に見えるポイントになってきます。で、あとポケットなんですけど、ポケットのデザインとか位置とかっていうのも私はすごいこだわりがあって、まずこのポケットは結構大きめに作ってあります。サイズを大きくすることでお尻が小さく見える。このポケットがちっちゃいとなんかお尻がすごい大きく見えちゃうんですよ。だからこのポケットのサイズは割と大きめに今回は作ってあります。ポケットの位置もこだわってるんですけど、割と上目につけてて、あとちょっとポケットを外側につけているんですよ。そうすることでお尻の位置がこうギュッて上がって見えるっていうのが私のポイントですかね。ちょっと語彙力が大丈夫かな、伝わってるかな。はい、ということでこんな感じですかね。あ、でまああと裾にはこうスリット、さっき言ったみたいにスリットが入ってます。今回横にスリットを入れたんですけど、前にスリットとか入れても可愛いかなと思ったんですが、ちょっとそれだとデザイン性がありすぎちゃって、でずっと履いていったりとか毎日履きたいなってなるとデザイン性があることで飽きがしそうかなっていう風に思ったので、今回は横にスリットを入れました。横にスリットが入ることでズルズルと引きずったとしても自然と抜け感が出るので、そこまでこう重たく見えないので少々引きずっても可愛いパンツになっております。あ、であとこれが一番伝えたいんですけど、アベマは今店舗とかがない状態で、後々ね店舗とかも出せれたらすごく理想なんですけれど、今のところはオンラインでしか販売ができないので、素材感とか生地感とかが分かんないと思うんですけど、このパンツめちゃくちゃストレッチ効いてるんですよ。マジで伸縮性がやばくて、やっぱ履いていて楽かどうかっていうのも履きたくなるっていう上では重要なのかなと思ってて、どれだけストレッチが効いてるのかお見せしたいと思います。結構衝撃的だと思います。伸ばしていきます。じゃんこれすごくないですか。本当にめちゃくちゃ伸びるんですよ。超ストレッチ効いてて、本当にねこのストレッチが効いてるおかげでめちゃくちゃ
超動きやすくてもう本当にね、みんなにぜひぜひ触ってほしいんですよね。実物を見てもらいたい、触ってもらいたい、履いてもらいたいっていう思いが強いんですが、めちゃくちゃ楽なのでそこもポイントになっております。であとそうだ、最後この革パッチですかね。今回のオリジナルデニムのために作成した革パッチなんですけど、デザインがねめちゃくちゃ可愛くて気に入ってます。めっちゃ可愛くないですかこのデザイン。ちょっとね見えにくいのは重々承知なんですが、ここにね小さくスペシャルサンクスシンス2020-04-09っていう風に刻印もしました。今回このオリジナルデニムを作るきっかけとなったフォロワー様1万人突破という感謝の気持ちを込めて、私からこうスペシャルサンクスっていう刻印をさせていただきました。でこのシンス2020-04-09っていうのがアベモアの立ち上げた日付になります。でまあこうベルトループもついているので、ちょっとウエストがでかいなっていう方はぜひベルトをしていただいたりとかして入っていただけると嬉しいです。サイドのところは縫い付けずに開けているので、ベルトした時もちゃんとここが見えるようになっております。そういう感じです。オリジナルデニム完成いたしました。はい、ということでもうオリジナルデニムの詳細はこのような感じになっております。いろいろとこだわりポイントが多すぎて喋りすぎてしまったんですけれども、そのぐらい本当にいろいろ細部までこだわり抜いたデニムパンツになっておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいです。でまあこのデニムパンツの発売日なんですけれども、2021年7月20日の午後8時から発売開始になります。概要欄にもいつもサイトのページ貼ってはいるんですけれども、ぜひよかったらチェックしていただけると嬉しいなと思います。でいつもアベンモアってちょっとまあサイズ展開が難しくって、いつもフリーサイズになってしまうんですけれども、このデニムパンツは本当に多くの方に届けたいなっていう私の思いもあるので、今回なんと2サイズ展開でご用意させていただきました。 S サイズと M サイズの2サイズ展開になっております。私は身長168センチなんですけれども、 M サイズを履いております。それぞれの詳しいサイズ感はこんな感じになっています。いろんな身長の方に着ていただいたので、丈感もぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、ということでちょっと今回はオリジナルデニム最強デニムが完成したので、これはぜひ YouTube の皆さんにも共有したいなと思って今回動画を作らさせていただきました。やっぱこのデニムはみんなと一緒に作ったっていうので、すごく思い入れのあるデニムでもありますし、自分の本当に理想的な最強デニムパンツが完成したので、自信を持ってこのパンツをおすすめできるので、ぜひぜひ手に取っていただけると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。1万人ありがとうございます。